1950年の東京を捉えた映像。戦後の食糧難の時代、闇物資を密かに運んで売る担ぎ屋の姿が映っています。政府の食糧統制下のもと、配給される米だけでは足りず、当時は多くの人が闇市に出回る闇米でしのぎました。米の増産が喫緊の課題となる中、国は戦後間もなくから全国で開拓事業を展開。青森県でも広大な湿地帯が水田へと生まれ変わっていきます。この開拓により水田が200ヘクタール以上増えたのが、岩木川沿いに位置する中泊町の田茂木若宮地区です。1950年代前半に50世帯が移り住み、各世帯には田畑と住宅用として 2.7 ヘクタールの土地が国から配分されました。米塚久夫さん、83歳。当時10代だった米塚さんは、中泊町の他の集落から父親と一緒にこの地に移り住みました。開拓で来る人ってどういう人が多かったんですか？次男さんな、姉の人って一人もいないんだって。そのはもう向こうの向こうでさ、ずっと構えてや、あとみんな配慮してみれば分岐した人だよな。土地がないもんだからこっち来たんだよみんな。岩木川下流部の流域はかつて吉が群生する湿地帯で、江戸時代から新田開発が積極的に行われた場所です。ただもともと湿地帯のため水はけは悪く、水が腰まで浸かる腰切り田も多くあり、農作業は厳しい上、収量も決して多くはありませんでした。このため田茂木若宮地区で湿地帯を切り開き水田を作る際には、排水路の整備が徹底して行われました。この水路作りに使った道具を米塚さんは今でも大切に保存しています。かなり力いるじゃないですか。使えるな。あとハグってやるべ、ハグ。アイデミス一つ食ったもんな。長く厳しい開拓。子供たちも親の仕事を手伝い生活を支えました。弟や妹の世話を任され、学校で子守りをしながら授業を受ける児童も。そして田植えの時期になると学校も休みになり、家族や隣近所が一緒になって手で苗を植えました。米塚さんの妻昭恵さんは当時の苦労を今でも鮮明に覚えています。昔はな、大変やったでばな。水三つに落ちてご飯して、六十手芝田んぼさ減って、話しながら食べしてるけど、眠てんでこう土地の中に食べながら、でもこうなって転びそうになってわーと思うこともみんな何回もあるよ。田植えが終わると農作業も一休み。主婦は溜まっていた洗濯物を一気に片付けました。こうした忙しい日々を過ごす当時の人たちの楽しみだったのが、秋の豊作を願って害虫を追い払う行事、虫送りです。アラマも迫力いっぱいに披露され、集落は活気づきます。その泥のとこさ、みんなこう僕もさ、先とつまみと出して、さあさあさあってことで出したもんだ。それを飲んで跳ねるもんだから、
最後ライブは酔っ払うんだいい時代でやったって今しょいのなくなっちまったの。次第に暮らしが豊かになる中、新たな転機となったのが1971年に国が始めた減反政策です。食糧難をきっかけに米の収量が飛躍的に伸びたことや、パン食の広まりによる食の欧米化で今度は米余りの時代となり、生産調整のために米の作付けが制限されました。米塚さんも泥にまみれながら開拓した水田を転作します。農家の経営は厳しさを増し、水田を手放す農家は一人また一人と増え、田茂木若宮地区では入植当初いた50世帯のうちおよそ20世帯が集落を離れました。やってきにも乗っちゃって水車ちゃっちゃって、だから今一人飲むなしまってだから若い人に行かせに行けばもう国もの私の子供もんだし国もの苦労して苦労に見られるときは分かんない国もの。戦後の食糧難の中、苦労を重ねながら切り開いた津軽の米どころ。この水田をいかに維持し新たな発展につなげていくかが今問われています。